決戦を前に日本、オランダ双方のサポーターはそれぞれの方法で試合が行われるダーバンに乗り込んでいます。650人のオランダサポーターを乗せた150台ものコンボイが今まさに出発します。オレンジ軍団がダーバンに向けて移動を開始しました。南アフリカの首都プレトリアから決戦の地へ向かうオランダ人サポーターたちはオランダから陸路で2ヶ月かけて移動してきました。坂を上がったところにある豪邸のようですね。日本人サポーターが現地で滞在しているのはおよそ230坪のプール付きの一軒家。日本各地から集まった20人近いサポーターが一つ屋根の下で共同生活を続け、チームワークを高めています。オランダにも勝つぞー！